はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。7月15日、新橋で、7月29日、国立市で会合を開きます。来てね、まあ、政策報告会って名前にしたんですけれども、池袋でやったものはですね、まあ、会合って言った方が、あれですね、ピンとくる。今日もハエトリグモのフミオの姿が見えません。どっか行っちゃったのかな、心配だな、元気でいてくれるといいのですけれども、岸田政権少子化対策財源準備室を設置、取れるとこから取るという方針で社会保険料値上げを想定しているみたいであります。これもまあ一種の増税ですね。社会保険料って国保と年金なんですけれども、用途外使用いいのかね。年金は年金を支給するためにもらいますっていう、看板掲げてるんじゃないですか。で、国保は国保で、保険料じゃないですか。医療保険料。用途外の使用していいのかね？どうでもいいのか？金取れればって感じなんですけれども、一般反応。こいつよく恥ずかしくないな。専従の職員イコール何も分かっていない天下り。専従の職員っていうのはその財源準備室っていうやつですかね。総理の仕事は国民から金を巻き上げること。少子化対策に有効なのは減税だろ。ギャグだギャグ。まさにその通り、私もそう思います。景気良くして税収増やした方が絶対にいいと思うんですけど、また少子化が促進してしまうのね。それ少子化対策じゃなくて少子化政策。お前の少子化対策は間違っているという国民の声を聞け。低次元の少子化対策。そもそもまあ子ども家庭庁はですね、少子化対策を看板に掲げて大義として増税するために作った代物でしてね。だがしかし、エコノミスト誌イギリスの少子化対策に日本政府は無力って書かれちゃってるしね。岸田が無能なのは賛同しますけれども、まあ余計なお世話だよな、気がします。入庁から退職まで全ての時間を増税のために使ってる財務省官僚ね。何年も何年もかけて新税作りのその情熱他に行かせねえのか。そうだ、子供家庭庁っていうのを新しく作って少子化対策を大義名分に増税しよう。少子化が大変ながら対策しようって言うんでなくて、増税したいんだけど、なんとか大義名分ねえもんかなっていうのを考えて、たどり着いたのが子供家庭庁を作って少子化対策だっつって増税しよう。そういうことなんだと思いますけども、最大の少子化対策は減税と教育費抑制だと思うんですけど、岸田財務省は正論認めたくないね。教育費抑制もですね、例えばなんだけど、地頭いい子を中卒で、かき集めてきていい待遇で、で、がっちり鍛えるっていうのもありかな。そうするとですね、大卒よりも7年早く仕事を始められるわけなんですよ。したらね、地頭いい子の採用基準間違わなければ、そっちの方がいいんじゃないのかなって、私だんだん思えてきました。財務省が目指してるのは 100% 徴税 100% 分配で共産主義国家を目指してるんですね。チュチェ思想というか主体思想、北朝鮮がこれ実践してますけれども、財務省官僚の子や孫も重税に苦しむのに、本当の本当の本当に本当にバカな連中です。財務省官僚増税ばっかり。お前らの子孫が未来英語を税金を吸う側に入れるわけねえだろうがっていうですね。あと岸田一族も未来英語に税金を吸える側に入れるわけねえだろうが、こんなこともわかんねえね。東大出てもバカバカ。まあ岸田さんは東大も出てないんですけれども、実税負担率推移1970年約 25%、 私が生まれた頃であります。つまり靴沢夫妻が出産した頃ね、 25%、 2000年私が20代の頃
20代じゃねえか、30になってたか、約 35%、 今 48% 毎年毎年じり上げやがって、これが失われた30年の最大の原因じゃないかなと私は思っておりますけども、企業が儲かったら儲かった分取られんでは、余裕なくて成長に投資できないですよね。事実ですね、研究費も年々落ちてんだって。重税のせいがどこかわかんないですけど、私が生まれた時は 25%、 私が結婚した頃が 35%、 今 48%。 どうしてこれで若者に将来に希望を持って結婚して子供産んでておっさんたちが言えんのかっていうね、自分ら今より低い負担で住んでたのに、今の若者はだらしがないなんて言えないっすよ。こんなんじゃ口が裂けてもさ、自分らの若い頃よりも重い重い負担抱えて気の毒でなりませんよ。財務省いずれなんとかしないとね、日本滅びますよこれ。フランス暴動の発端となった警官を引き殺そうとしたアルジェリア少年17歳を射殺した警官に寄付金2億円が集まりました。呼びかけ人はマリールペンの報道官ジャン・メシア。メシアとはまた、大それた名前つけてんな。彼は自分の仕事しただけ、警察を支えよう。時事通信、落選した極右候補の報道官が大変に悔しそう。一般判断です。極右候補ってアピール必要なのか。メディアが絶望的なレベルで赤に侵食されてるのは世界共通のようだ。マスコミ相変わらずのレッテル貼り。警官を支援する側を悪者にしないと気が済まないのかね。左翼は常に犯罪者の味方。自分が犯罪者だしね、左翼ってね。リベラルはどこでも嫌われてるよな。なんでマスコミはすぐ極右っていうの、極左とは言わないくせに。勝手に来ておいてうまくいかないと差別って暴れるのはなんか日本でも見たぞ。暴れてるのは略奪パラダイスを楽しんでるだけ。マリールペンなんかよくよく政策なんか見ますと、不法入国者をちゃんと取り締まろう、社会をムスリム、イスラム教徒ですねに合わせるのはやめようぐらいで、至極至極穏健ですよ。これのどこが極右なんだって話なんですけど、こんなんでも時事通信からしたらですね、極右に見えちゃうんだろうな。自分ら極左なもんでね、一番左側にいるから、自分らよりも左側にいる人全部極左、極右、自分ら以外は全部極右って思っちゃうな。時事通信あたりは犯罪係数高いマスコミはいつでもどこでも犯罪者の味方、これわかりますね。すぐにね、不遇に育ったからとか家庭環境がとか犯罪の原因を求めたりもなんとか擁護したいからでしょうね。山上とかさ、NHK の犯罪係数は一般企業の50倍です。ソースは和田政宗参議院議員。そういえば川口市でクルド人が暴れてるみたいですけれども、テレビまともに報道してますか？私テレビないんで全然わかんないですけれども、来年、初夏、1年後ですね、ちょうどの都知事選出る予定なんですけれども、知事報酬全額返納を掲げようかな。バカパヤの静岡県知事、それをやると言っておいて実は返納してなかった、ちゃっかりもらっちゃっていたことがバレて、今池恥書いてるみたいですけども、まあバカパヤに恥っていう概念ないんで、カエルの面になんとかなんですけれどもね。というわけで7月15日、7月29日、私の誕生日だな、7月29日は。7月29日の誕生花がサボテンと、不滅とかの花言葉ですけど、なんか枯らしちゃわないかと思って心配しております。デトックスジャパン。